ヤッピーアンリンです。はい、それではね、前回強敵アマを倒してこれからねミレニアムタワーに乗り込んでいきたいなと思います。でね、せっかくなんでね、このねアモのサングラスもね手に入れたからね、最後の最後でつけていこうかなと思って、今日アクセサリーをつけてきました。いや、でアモを倒した時ねノーマルだったんですけど、いやかなり強かったんで、今回ちょっと最後ハードで挑んでいこうかなと思って、ちょっと頑張って挑戦していきたいと思います。それでは早速向かうぞ。ほい、誰に話しかければいいんだこれ、はるかか。おじさん、早くアレスに行こうよ。だね、カズキに話しかければ進めるのかな。もう準備は整いましたか。お、カズキだ、もう大丈夫だ。ああ、もう大丈夫だ。わかりました、準備は整ってるからね。キリュウさん、もう俺たちにできることはありません。月並みなことしか言えませんが、頑張ってください。ありがとう、カズキ。わかった、ありがとうな。なんだか外の様子がいつもと少し違う感じがします。最後の最後まで世話になってるからな。気をつけてください。あそこにお母さんが、ユミちゃんがいるんだね。そうだ、やっと会えるな。おじさん、私なんて呼べばいいんだろう。はるかも複雑だもんね。お母さんでいいんだ、はるか。そうだよ、はるか。なんか嫌な予感がするぞ。誰？いつもの騒がしいカムロ町がなんか静かだね。キリュウ、あんたやら登場界の4代目から直々の褒美が出る。4代目？誰だ？金持ちも女もな、何年ぶち込まれても釣りが来るぜ。今夜は暑いぜ。なんだこいつら。なんせ投資のお墨付きだ、次期会長錦山さんのな。4代目って錦山のこと？みんな錦山だと思ってんのか。あるか、こいつらは。心配するな、何があってもお前を守る。だね、キリュウさん。必ず弓に合わせてやる、信じてくれるな。うん、やっつけて、おじさん。手加減はしねえ、死にてえやつだけかかってこい。かかってこい。めっちゃ大人数いるんだけど、これ何人いるの。まあせっかくだからここはちょっと大砲、大砲持ってきてるからね、大砲でぶっ破するか。人数が、おい、おらおらら、さあ来い。はあ、めっちゃぶっ破してる。おい、大砲最強すぎ。ほら、どうした。ちょっと待って、こんな簡単に倒したっていいんか。ちょ待って待って、もうせっかくだから最後は極めて倒すか。大砲最強すぎんか。ちょっと待って待って、ブッキー、あ、いて、拾う、極め、せいやー。おー、また出てきたぞ。こっちだ、逃げ場はねー。おーし、じゃあまた大砲使うか。あ、待って、大砲なくなっちゃったから。危ないなー。じゃあここは普通に倒すか、ラッシュスタイルで。あ、いて、まあ一応ちょゲージを軽く溜めて、ほい、いてで、まあ、生きらせてあげましょうか。ほい、ハードモードにしたからね、ちょっと強くなってるみたいだな。ほら、ごらんごらん、キャミー、おら、おいしょ、どうした、おら、こいや、うん、おら、こいや、ふん、どうした、どうした、あ、夜間があるよ、夜間が、危ねえ、夜間使った、キャミー、おら、
ジョボジョボジョボ、あっ、熱そう、熱そうだよこれ。あーし、トトトールドスターこいやー。なんかさ、もうアムを倒した後のハードモードだとさ、すごいねイージーモードみたいに感じるんだよね。気のせいかな、ノーマルでも強かったからな。もうおらー、おーおお、次から次へと出てくるな。次は何使おっかな。これ使ってみるか。シュシュー、危ねえ危ねえ危ねえぜ、おいおい、シュ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 、避けていく。どうだ、効いてる。危ない、どうだ、こっちじゃない、こっち、こっち、おい、おビリ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 だ、危ない危ない、あいやいやいや、ちょっとシュシュシュキャビ、あいやいやキャビ、よしせやドドドー、ちょちょちょ、狭い狭い。次は何出てくるんだろう。これ結構ランダムでなんかいろんなの出てくるとかだったからな。いで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 、おいおい、どうした、おらー、こいやデブー、おいおい、いでいで、ビリ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 した間にキャビ、あいでいで、おいおい、いでいでいで、おっしゃー、トランドス決まった。今さら気づいたか。お前ら弱すぎるんだよ。これ何人だろうな。でもいい感じで戦えてるよね。キャミー。おら。結構リュウガコとこのさ BGM で、この BGM 好きなんだよね。ちょっと待って、いやいや、あ、待って、誰誰誰誰だ、銃撃ったの、お前か、おら、お前か、銃撃ったの、ちょっと、ほら、ほら、ちょっと待って、おい、おい、おい、いてて、いてて、おい、おい、おい、おら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 、あーし、ここでいっか、めっちゃ燃えてる、燃えてるよ、この人、したら、これだよ、キャビおら、どうだ、あとはこいつだけだな。なんか出てる、あ、なんか拾った、リボルバー、なんだリボルバー、おい、おっしゃー、あ、伊達さん、伊達さんも伊達さんでいろいろ動いててくれたんだな。セラさん若いな。こいつは神宮、誰だ、あ、須藤、お、これで迎えるのかな。開けなかったな、やっぱりなあ、遥か見てたか、おじさんの活躍を。結構うまく戦えてたんじゃない。ほとんど武器に頼ってたけどさ、持ってる武器が結構強いからね。おお、ミレニアムタワーに着いたぜ。はるか、ここがミレニアムタワーだぞ。最後の決戦の場だな。気合い入れていかないとな、はるか。はるかもね、緊張してるよね。しかし不思議な感じだぜ。いや、ほんと不思議だよ。今一緒にいるお前がユミの子供なんてな。まさかだもんね。ずっと昔からお母さんと友達なの。ああ、10年以上前からだよね。今のお前より小さかった頃からな。そうだったんだね。幼馴染みたいなもんだもんね。そんなユミが母親になってるなんて、時が経つのは早いもんだ。おっしゃ、そういえば、お、お母さんがひまわりに手紙を持ってくる時ね。ああ、いつもその手紙を声に出して読んでくれたんだ。ユミちゃんがか。自分の気持ちが綴られた手紙だったんだな。うん、すごく優しい声で読んでくれた。じゃあ今度は本人の口から直接聞かせてもらおう。
そうだね。手紙越しじゃない、ありのままのユミの気持ちを、本当の気持ちをね。したらアレスに向かうぞ。行くぜ、ハイユ。おお、ついに来た。お、隠れてろ、ハルカ。危ないからね。また怪我しちゃうからね、ハルカも。おお、いろんなところに隠れてるよ。こそこそしねえで出てきやがれ。出てきやがれ。やったるぜ。おっと、こそこそしやがってな、 MIA 来たな、お前。どっちからやろうかな、まあ、銃持ってるやつからの方がいいんだよな。したらこっちからだな。キャミーせやおーしょーしょーし、銃をもらっとくぜ。待って、銃くれ、銃くれ。おい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 、いてててててぽーぽいぽいぽい。あーちょ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 、危ない。やったな、この野郎。おいおい、たくー、いってんじゃねえか。ほら起き上がろう、起き上がりやがれ。さっきの返しの、あれ死んじゃったよ。まあ、いっか。おらららら、おお、めっちゃいるやん。おー、下か。おい、なんだ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 。ぽい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 。うおー、あしたらこれも欲しい。ちょ待って、どいてどいて。これ、おらおらら、こっちこっち来い。おい、ハンドガン強いな。おい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 、おっさー。おお、なんか出てきたぞ。なんだなんだ、ぽい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 。おお、危ない危ない危ない。おい、こいこい。おい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 、ぽい。うー、キャミー、どうした、どうした。おら、ふん、おいし。で、下、下か、下に降りればいいのかな。こっち、こっちか。タタタタタン。おーおお、また来てよ、また来てよ。どいつからやろうかね。銃、個人的にやっぱ銃だからな。おい、おら、危ない危ない。くそが、おら、ふん、おい、いてててほい、いてて、いてててないね、なんですんだ。ほい、お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 ら、あ、じゅう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 、あ、じゅう、こっちじゃない、こっちじゃない、じゅう、あ、これじゃない、じゅうが欲しいね、じゅう。おい、あぶな、あぶねえ。おい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 、ぽい、拾う。なんかあんまり今回アイテム落ちてないな。結構さ、最終局面とかになるとアイテム落ちてるんだけどね。下かで、ね、おおなにいんだよ、また出てきた。あ、怖い怖い怖い。おい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 、こっち来い。おいおいおい、だっとこっちも武器でやってるぜ。おいおいおい、キャミー、甘い甘い、ふんふん、せいせいせい。おし、おおしゃ。大丈夫だったか、はるか。そしたらこれも先進めのかな。いや、 やっぱね、先にアモン戦クリアしてるからかさ、めっちゃ楽に倒せるな。今度こそいるよね、
私のお母さん。いるよ、ハルカ。風間のおやっさんが言ったんだ。間違いない。風間のおじさん、お母さんをずっと守ってくれてたんだよね。だね。俺たちが子供の頃からずっとな。ついてもないね。風間さんは私のお母さんにとってもお父さんだったんだね。ちょっとしか会えなかったけど、すごく優しい人だった。おやっさんも大きくなったハルカに会えて喜んでいたはずだ。そうだね、うん、もっといろんなことおしゃべりしたかったな。切なすぎるよ。したら早速入っていくぞ。ハルカ、入る。急ぎましょう、伊達さん。須藤、お前。時間がないです、早く。須藤、お前こんなことして大丈夫なのか。横浜で伊達さんに言われて気になったんです。それで自分で神宮を内定してみたら、神宮が世良とつながっていることが分かりました。あの100億は神宮の金だったんです。そりゃ分かってる。ですが私にはもっと別の裏があるように思えるんです。別の裏。神宮はあの金を取り返して何に使うのか。神宮の本当の目的か。はい、別の組織とつながっているのかもしれない。東城会と MIA、 それ以外の組織の影を感じるんです。刑事の勘ってやつか。ええ、まあ私も伊達さんの弟子ですから。私たちも自分の目で確かめに行きましょう。はるか、お母さん、お母さんなんだよね。はるか。あ、よかった。ごめんね、辛い思いさせてごめんね。お母さん、私ね、お母さんね、本当はあなたと一緒にいたかった。でもね、自分がお母さんだって言うことができなかったの。いいよお母さん、分かってるから。いい子や、はるか。嬉しいよおじさん。よかったな、はるか。よかった。お帰りなさい、カズマ。ああ、遅くなって悪かったな、ユミ。なんだ。きっと彼が来たのよ。神宮か。奪われたものを取り返しに。だよな。おいおい、神宮か。やっぱり久しぶりじゃないか、ユミ。それにハルカ。お前が神宮。こうして会うのは初めてだね、桐生一馬君。はじめましてと言うべきか、さようならと言うべきか。君には苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。ああ、そうだ、当然の話さ。それはもともと私の金だからね。それに他にもいろいろ処分しに来たのさ。何？あ、はるか！バカな男だ。まあヤクザなど
皆こんなものか。お前どうして、どうして自分の娘を撃てるんだ。仕方ないことさ。おいクズ神宮、その子供は私にとって邪魔者でしかない。私の今後、いやこの国の今後のためには必要のないものなんだよ。どんだけクズなんだよお前は。自分が人を纏ってきた子、どうしてそんな簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はないの。自分が出世することしか考えてない。あと金な、金。何を分かったようなことを言ってるんだ。金のことしか考えてないやろ。何が分かると言うんだ。知ったような口を叩くんじゃない。私には分かるわ。どうして世良さんがあなたを裏切ったか。あなたは国のため、政治のためといって全てを切り捨てて生きている。でもね、それは全部言い訳。結局は自分がのし上がるための理由でしかない。そんな信念はすぐに嘘と分かってしまう。ふざけるな。お前や世良ごときに私の何が分かるというのだ。ああもうびっくりする。あなたは何を言っても無駄ね。自分が恥ずかしくないの。ずいぶんな言いようじゃないか。でも、もうそんなことはどうでもいい。ここでお前らは終わりなんだからな。そうかな。まだ終わってへんのちゃうか。誰だ。寺だ。寺田。これで力は五分五分や。まさかの寺田先生。まだ生きとるんやで。なんやねん。これだから頭のない極道は困る。やる。どういうことや。お前ら。あなたまさか金で買ったのかもしや。私は東上界から近江連合に鞍替えしたんだ。バックの組織をな。なんだと。私は着々と進めていたんだ。東上界を捨てて近江連合と協力関係を築く計画をね。そんな話俺は知らんぞ。当たり前だ。お前は近江連合の五代目に踊らされていただけなんだ。もう一年前から話は進んでいたんだよ。五代目と私の間でね。私は寺田チョップでやられてしまった。裏切ることは分かっていた。彼は融通の利かない男だったからね。理想を求めずっと私を支援してきてくれたが、結局は現実の前にくじけたんだ。現実だと。ああそうだ。君らに政治の話をしてもわからないだろうが、国を動かすには金と力が必要なのだよ。私にとって彼はその力だった。だが彼は変な信念のために私の理想から離れていったのだ。数年前殺してくれたと思っていたユミが生きているということを知った私は、セラ、いや東上界を捨てる腹積もりでいたんだよ。それでお前は近江連合にすり寄った。そうだ。それだけで。私は近江連合に話を持ちかけた。近江連合としては私の政治力は魅力だ。政治と裏社会、この二つを牛耳ることができたら日本を操ることなど造作もないことだからな。もしかしてこの百億は。ああ、近江へと渡る。私としては東上界も潰れてくれて、まさに一石二鳥というわけだ。じゃあ錦も踊らされてたっていうのか。そういうことになるよ。彼に百億の話を吹き込んだのは私だ。出世欲に取り憑かれた若造に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラの暗殺から内部抗争までね。そしてさらに嬉しい誤算があった。全部こいつのせいかよ。君だ。君が現れてくれたおかげで東上界は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。シング、貴様。悔しいだろう。だがな、もう遅い。私は近江連合と手を組み日本国のトップに立つ。近江連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。
そんなことはさせないわ。何を言っている。動くな。おやめろ、神宮。もうこれであなたは私を撃てない。次元爆弾、これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。私は100億をあなたには渡さない。一緒に爆発してこの世から消すわ。何をバカなことを言ってるんだ。そんなことをして何のメリットがあると言うんだ。何にも分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。そうだね、キリュウさんがいつも言ってることだね。権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。おい、やめろ。何を今さら、何を言ってるんだ。カズマ、ハルカをこっちに。これで弓とハルカには手出しできねえな、神宮。なあ神宮、世良会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。あの世良さんだからね。会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身だから、自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。バカな、何を根拠にそんなことを。お、あ、これセラさんの遺言状か。風間さん、食べます。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来東城会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。後目は風間さんが決めてください。東城会を、極道の未来を託せる男。遺言状だと。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやっさんが命がけで残したんだ。うるさい、セラめ、この後に及んで私を舐めるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばな。かっこいい、キリュウさん。かっこいいよ。風間のおやっさんやセラ会長が残してくれたもんを守る。俺は登場会4代目。いや、かっこよすぎる。飛龍カズマだ。はあ、かっこよすぎる、飛龍さん。もうかっこよすぎて涙出るわ。もうなんだ、4代目だぞ。おら、かっこよすぎてなんかかっこよすぎて泣いちゃうわ。もうちょっと待って、4代目、これが、いやー、かっこよ、さっきのシーンがもうかっこよすぎて、4代目が、そっか、ハードモードなのさ、すっかり忘れてたよ。危ねえ、ちょっと待って、狭いで、おい、待て、狭い、ちょっとこっち来んな、おい。いやー、あれはさ、おやっさんがさ決めたんだもんな。ほら、おい、おう、ふん、キャミー、おら、おっしゃ。さすが、一人でよくもそこまで頑張れるものだな。お、これは伊達さんか。もしや、何人でも相手に。違うか。伊達さんかと思ったよ。無理をするな、
もう息も絶え絶えではないか。撃たれちゃったからね、キリュウさん。お？伊達さん！あ、伊達さん！神宮教兵、今四課が逮捕状を請求した。贈収賄、銃刀法違反、殺人教唆、お前はもう終わりだ。終わりだ。証拠は何もない、当たりだ。おお、めっちゃ撃つやん。やめろ。ダメだ、伊達さん、ここじゃ町に墜落する。くそ。ああ、伊達さん。ああ、行っちゃったよ。こうなった以上全員死んでもらうほかない。覚悟はいいね。伊達さん、せっかく。伊達さん、せっかくさ、助けに来てくれたと思ったらさ、いなくなっちゃった。まあ仕方ないね。さ、大砲復活させて、おー、ほら、こいや、こいや、こっち来い、こいこいこい、おらおら、こい、おい、おい、いでいでいで、おい、おし、これで雑魚やったぜ。おし、あとは神宮だけだな。あ、えええええ、びっくりした、びっくりした。ほいほいほい、おほい、おし、ふん、これ持ってくかな。ほい、神宮どこだ、あれ、どこ、いた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 。これ神宮本人は戦わないのかよ。おい、おい、どこ行くんだ、神宮。これヘリコプターやれとかそんなんじゃないよね。おら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 、こいつらやんなきゃいけないのか。したら次はこれなら、おいおい、あぶれあぶれぜ、こっちのセリフだ。いてて、おいおいおい、おらとした、あー、飲むか。あーし、どこ行った、危ない危ない、どこ、どこだ、どこ、どこ行った。あと一人残ってるんだよな。そんなとこいたのか。まあお前は一人だしな、相手にしてやるか。えれれ、何するんだよ。うん、こいこい、キャミー、おら、よし、うんうん。結局さ、こうやって人をさ使わないとさ倒せないよな、いつも。おいおい、おら、キャミー、さらシュッ、おら、いでいでいで、どこだどこだ、あっちか。うん、おい、どうしたどうした、そんなもんか。おい、おらおら、うん、クソがキャミー、おら、あと二人、ふん、投げろ、おら、ふん、せや、よしよし、これでも持ってくか。たったった、どこだ、こっちか、こっちだな。神宮め、どこに逃げたんだ、こっち、こっちか。おいおい、また来たぞ。まあまあ、何よこしてもな、俺の前では、俺の前ではな。おいおい、いでいで、おい、ちょっと、おお、やるなやるな、こいつらはあれか。いで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 、おいおい、おらららふう、キャミー、おら、こいつらから先やったほうがいいの。ちょっと待って、おい、何、ちょっと待って待って、何投げてきたんだ一体。シュッシュー、おい、
くっそー、シュシュー。待って、ジンゲンさん、 お前何で開けてきたの。なんだなんだ。キャミー、甘いおら、ほい、シュシュシュー。お前は後で最後にいたぶってやるからな。お前は一番最後だからな。一応回復しとくか。お前は後だよ。えでででおめえは後だぞ。えでおぶらおぶら、ちょっと待って、おいおい、やめろ、やめやがれ。ほらほら、あ、せいぜい痛がってろ。キャミー、どうした、せいぜいジグはそこで痛がってろ。やめやがれ。何笑ってんだよ。いてててて、何笑ってんだお前は。シュッシュー、いてててて、始末されるものか。おいちょっと、おいおい、ちょっと待って、この銃は結構重いな。ほい、キャビー、甘いほらほら、よしよし、これで邪魔もないなくなったぜ。お前最後だぞ。何やってんだ。おらおらおら、お前のせいでな、錦もな、お前のせいで錦もあんな風になっちゃったんだよ。叫んでねえよ、そこがよ。結局金でしか人を動かせないやつ、かわいそうなやつめ。あ、その体操ダメ。お前も銃ならこっちもやってやるか。まあこんなやつは傘でいいかな。傘で、おらおら、お、なんだ、なになに、まだ来てたんか。あれ、おいおい、そんなありかよ、そんなありかよ。したらタリラなのか。そんなありすか。あ、いやいやいや、そんなありかよ、お前ら。あ、待て待て、随分回復しちゃってるよ。たっくよ、まあ、いっか、お楽しみはな、取っといた方がいいもんな。あー、危な、危な、いやいやいや、あー、危な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 。じゃあ、パラソル、ほい、パラソル、これ道具出すさ、タイミングが。まあまあ、これでやれっていうことか。あぶね、あーし、あぶね、あぶね、おいおい、いでいでいで、いでいでいで、ちょ、お前、あぶね、あぶねよ、あぶね、あぶねえぜ。キャミー、うら、へへ、うら、お前、これジング、たくよ、トゥトゥトゥ、シュシュ、三人いるとさ、かなりさ、おいおい、あぶれあぶれ、何すんだよ、お前が死ねや、本当によ。キャビー、あ、キャビーじゃねえ、トラトシ、あぶれあぶれ、キャビー、キャビー、うー、キャビー、おっしゃおっしゃ、あ、そっちか、神宮じゃないかな。狙いたかったのは神宮じゃなくて、このこいつ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 だったんだよ。たく、いでいで、ちょっとやめろ、やめやがれ。おい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 、とねえ、もうお前、やっぱ柔道がいいな。柔道が距離取りやすいもんな。これやってっか、ちょちょー、危な、ちょちょちょ、セコ持ってくんな、セコ持ってくんな、ほい、おいおい、危な、あぶね、あーし、トラウトしやっちゃったぜ。あいやいや、お前、キャミー、ヘンヘンヘン、やっと倒したよ。お前何してくれんの、本当に。いてて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 、もうそんな変なもん投げやがって。
お前がその気ならこっちもなやってやるからな。お前がその気ならさあドスをやってここは通りなんだな。おい危ない、ちょっと何すんだよ、危ない、おれクソキャビン、たくそうなさ小ざかしいもの使いやがって、どうしたオラ起き上がれ。あべべ、これはチンピラモードだな。キャビン、オラテリア、あーし決まった、うん、おおおお、なんだやるのか、やるのか、おいキャー、やめろ、ありかよそんなの、そんなありかよ、もう最後は極みで決めますか、あぶらあぶら、最後は極みでな決めてやるか。ちょ、何それ、そんなありかよ、甘い、おーし、バカだ、ぐっ、残念だったな、ジング。錦もこいつのせいで